戻ってきました。戻ってきました。今日調理編特別ゲストはほうなんとなんとなんと今日はカノエちゃんも一緒に料理してくれます。はい、通れないですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫、みんな頼りない。今日釣ってくれたお魚を釣りました。ニジマス。でっかいこれ。いや本当本当にすごい。本当ね、2オクターブ分あります。2オクターブ表現がミュージシャン。何作るんだっけ。二人とも変わらない。幸せしなくて。今日はニジマスのちょっと洋風なホイル焼きを、うん、いただきます。じゃあ行きましょうか。はい、レッツベラマイ。いけたんかな。いけたバッチリ。じゃあリンリンにしますの処理お願いします。ほとんどこれ処理してもらって内臓も取ってもらってるのかな。じゃあ動こうとしていきます。はい、お願いします。ホイル焼き用のお野菜用意してるのでこちらの下ごしらえも。はい、レア、この光景レア。新婚気分を味わいます。新婚気分。すぐできるからねって言ってください。すぐできるからね。お母さんっぽい。玉ねぎ包丁で剥くんだね。なんかいつもお母さんも小屋に下ろしてます。あーすごい、ちっちゃい、いっぱいついてるね。キラキラしてる。うん、ネイルとか一緒にしてる。ネイルできますよ。にじましの裏骨ネイル。いけますよ、にじましの方が可愛い。え、それと責められてるのかな。リンリン、はい、カネさんマジでやってるよ。え、やってますよ。やってる人だ。あ、でも手つきが、うん、私もくんの。どれぐらいの大きさがやろうか。あ、もう薄切りで普通に。薄切りでいいですか。こんな感じ。あ、ぬるぬる。うわ、ほんとだ。エリンギさんで。リンリン、はい、カノエさん頼りになる説。私エリンギどう切るんだろうってずっと考えてたの。エリンギ大好きなんですよ。なるほど、うん、付き合いが長いんやね、エリンギ。エリンギとはちょっと付き合いが他の野菜とは違う。よし、できました。 ありがとう。ピーマン切ろうかな、一番簡単そうな。頑張ります。あ、これ人参ね、はい、人参よく人参手出せたね。人参もね、まあまあむずいと私は思って。いや、人参は円柱形むずい。そうそう、円柱形むずい。どう切るんだろう。そう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 。あ、ピーラーがおるよ。あ、いたんだ。いた、いたんだ。ペーって行こうと思ってしまった。いいよ、そちらの方全然。怖い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 。怖いって言わないで、逆に怖い。ちゃんと自炊してるんだな。偉いね、偉いねって。もうおばちゃんやね。君から行こう。私の目標は、うん、自分の手を切らないように切ることで。大事大事。そこだ。うわー、レモンだ。レモンだよ。優しく切ってね。優しく切る。あ、痛い。もう切れる。すごい微妙な薄さになってしまった。もう後で食べていいですか、これ。あれ、しめしの石突きを円みたいに切ります、私は。なるほど、はい、そういう技術で、ね、はい、違うかも、違うかも、今。いつもどう切りますか。むしっちゃう。むしっちゃう、むしっちゃう。じゃあむしっちゃいます。そんな、すぐ取れる。すぐ。どう、むしった気持ちは。え、もうなんか、ゾワーってくる。いいよ。え、どうなる。で、大丈夫。レモン酸っぱいよ、知ってると思う。私、今空は青いよと同じレモンのことは。居酒屋さんでよくもらっちゃうんですよね、レモン。別に皿でもらって、こうだった食べて、めっちゃ2貫で食べるよ。え、嘘、そんなことある。野菜終わりました。魚扱ったことないんだっけ。
ないです。あ、じゃあ切れます。記念すべき、記念すべきシラスに切れ込みを、じゃあこうズバッと。あ、じゃあここここここって感じで両面に。あ、お魚切るときもね、ギコギコあんまりしない。あ、そうなんですね。これか。うん、いいと思います。よ。おお。やってました。はい、よし、切れた。なんか絵心が本当にあるすごいいい続きまして、はい、ホイルに包んでいく作業に入りたいと思います。野菜は何順とかあるんですか？玉ねぎ、ピーマンぐらいかな。人参が硬く、うん、あ、そっか、玉ねぎとりあえず、こいつはもう2000円これでいいのかな、まあいいか、わからない。本当ごめんね、皆さんコメントでツッコミをどんどん入れてください。お待ちしてます。新島さんをマネージャーさん置いてもらっていいですか？はい、わかりました。よし、行くぞ。呼吸を合わせてっつってあ、生きてる生きてる、まだ生きてる。めっちゃ綺麗やんこれめっちゃ綺麗やん綺麗やん。あの、今度はね、もしお友達とかお家ホームパーティーで、ニジマスのホームパーティーでニジマス出てくるとですか？じゃあ、あのお塩普通にちょっとつまみながらパラパラと。じゃあ、せっかく来てもらってるからね。キャロップですか？はい、味付けが重要ですか、ね、あ、怖い怖い怖い、すごい過去が出てからあら、怖かった。あ、なんかすごい。いいかな、ちょっとニンニクを軽く傷口にでも塗りつけるくらい。ニンニクは美味しい。美味しい。ニンニクは正義。よし。よし。で、続きまして、オリーブオイルなんかもぶっかけようかな。上から。小林先生。小林先生、オリーブオイルというものを使ったことがないんですよ。そうなんですか？そんなおしゃれなオイルはしないです。オリーブオイルは高い角度から落とすんですよ。あ、本当ですか？そう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 、たっぷりでね。細く垂らす感じで、細く垂らす、トゥルルルルーと、トゥルルルルル、全体に。あらららららら。ごめん、リンリン、バターをちょっと薄くいってほしいです。そんなこんなやってる時に、ブラックペッパーなんかをかけましょうかね。ブラックペッパーなんかを。ペッパーのペッパー。やべえ、めっちゃうまそう。ブラックペッパー半端ねえ。ブラックペッパー、すげえ。あ、やばい。女子料理感半端ない。やればできる。やればできる。やればできるよ。じゃあ切ったらもう置いていっていいですか？置いていいよ。魚の上にピッピッピッと。続きまして、レモンスライスを上に施していきます。ペタペタっと。もう重ねるなりなんなり、コロスケなりして、めっちゃインスタ映えみたい。いや、なんかやばいよね。うちらやばいの作ってない？え、なんか女子力半端なくない？やばいやばい。あ、いい、いいよこれ。めっちゃいい。これを包む。包む。はい、これでどうでしょう？いいじゃないですかね。じゃあ鍋に投下。こう持って、あ、なるほど。で、グッと押さえた。怖い怖い。よし、OK。はい、蓋をする。はい。中火にします。中火にしようか。で、ちょっと10分ぐらい待とう。はーい。15分経ちました。はーい。おほほほほ。ちょっとだけ覗き見しますね。なんかめちゃくちゃうろうろしてる。ちょっとね、身をもいだんだけどさ。うん。まだ生。まだ生。うん、あと5分ください。5分、はい、5分、5分休憩。はい、デイできたと思う。できたと思う。20分だったですね。ですね。オープンしましょうか。オープンしてみてください。いきます。せーの、デイ。おお、まだまあ見えない。見えない。じゃあお皿に移していきます。はい。じゃあこの作業めっちゃ怖い。いきます。切る。よいしょ。よくできました。よくできました。すごい、大仕事やり遂げた。開けましょうかね。開けましょうか。こうやって、うわ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 。
ただきましょうか。はい、じゃあいただきまーす。じゃあもう普通にほじくってもらって、もうもう、あ、いい、いい、よろこ、あい、さあ、せーの、ポーン。これすごくない？なんかめっちゃうまくない？めっちゃうまい。すごい、めっちゃ脂乗ってる、うん、そうか、美味しそう、うん、あ、蒸してよかったかもしれない、うん、これ本当に、うん、感じよくニンニクも効いてるし、うん、うまっ、うん、美味しい、うん、初ニンニクマスは、うん、めちゃくちゃ美味しいです。お腹の女の子これみたいな、うん、ふわふわです、ふわふわ、いや、塩かけもちょうどいいですよ、やった、うん、まってり、最高、うん、ニンニク具合もいいですよ、まっちり上出来じゃないですか、うんうん、隠れてるって言ったら、この絵さんなんか隠してます？私たちに。え、あのですね、うん、隠してたんですけど、うん、12月の4日にアルバムが出るんです。よいしょ。忙しい感じですね。そうですね。今回何曲ぐらい収録されてる？10曲入ってます。めっちゃボリューム。例えば、タピオカミルクティーの歌とか、タイプとか、まあ、もちろんあの猫の肉汁っていうのも、まあ、にゃごにゃごも入ってるし、あとは好きな子のレコーダーをちょっと解釈してペロンチョする、うん、曲だったりとかね、うん、どういう歌だろうでもそれに合わせてこうツアーとかもあったりとかもするんですか？そうなんですよね、うん、まあ、12月4日からその CD を聴いてもらって、うん、東京、大阪、名古屋、福岡で、うんうん、ライブをしていくんで、近くの方はぜひ来てほしいなと思いますね、うんうんうん、なんかちょっと食事の途中であれだったりゆっくり食べましょうかね、やりましょう。あ、そうです、今日は彼女さんにも来ていただけて、にじまさんも来ていただけて、ありがとう美味しく料理できて良かったと思います。はい、こちらの料理が美味しそうだと思った方、かのえさんの歌が聞きたいと思った方は高評価を、チャンネル登録とコメント欄もちょっと痛いそれひねえかなと思ったけど、ギターがねちょっとスタンバイしてあるんだけど、うん、ということは、わわ、お歌なんか聴けるのかな。うわー、ぜひ、みんな集合、みんな集合、すごい勢いじゃん。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。初音ミクでございます。よっしゃ、ライブ感で、ライブ感で、ライブ感で、じゃあ今来てくれてありがとうございます。じゃあちょっとゆったりとした曲をね、あのアルバムの一番最後に入ってる曲をやりたいなと思います。じゃあ聴いてください、最後の晩餐。DVD 見終わったならもう消してよ、煩わしいチャプター画面繰り返される BGM。 薄明かりに照らされたデジタル時計、眠るにはもう遅すぎる、ため息、後ろから抱きしめてきたあなたに、ごめん今日は気分じゃないと言って眠る。家に帰ればそこにあなたはいないでしょ、いつからか私それが少し楽になってた。嫌い
昼を地面に突き刺すように歩いて、昼も履けなかった頃をふと思い出す。隣には今より幼いあなたがいて、信号が青に変わった瞬間に消えた。家に帰ればそこに私はいないから、今までの思い出と指輪だけ置いてきた。愛していないわけじゃない、少し迷子になっただけ。長すぎた旅の途中、はぐれてしまった僕に、この感情バカみたいによくある話。愛していないわけじゃない、少し迷子になっただけ。さよなら夜はすっぽっといたからね、これで最後味わって食べ、ありがとうございます。なんかジーンとくるな、なんかそういう恋愛もあったなみたいな。もともとね、スン君が大ファンだから、そうそう、そこからなるちゃんの付き合いにつながって。どうしたかお二人さん、今日一日車にカヌエさんが乗ってるとか、一緒に釣りしてるとか、あ、やべ泣きそう。また泣くのか。いや、一日釣りしてる。涙が出てきました。この後のリンリンはどう思いますか？リンリンの高校の時から好きだったので、釣りも一緒にできて幸せな時間でした。ちょっと待って、もう思いますか？もう恥ずかしい。出るのかなと思って。何がワンワン泣いてる。あぐらかいて泣いてる。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。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 お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ帰りましょうか。そうですね、本当にありがとうございました。ありがとうございました。何ですかそのスポーツは。多分船で活性上がったんでしょうね。小魚の動きが変わって、うおお来た来た来た、やっぱおったね。え、まるでございますよ、おくとー。教えてないけど面白いぞ今日、なんか知らんけど。あまりにもプレッシャーがかかるんで、みんなで釣りませんか。いやいや、ちょっと